はい、どうもイタリンです。大変ご無沙汰しておりました。ちょっとね、この数ヶ月間、まあ本当の放置ゲームっていう感じでやってて、かなり動画配信もね止まってた状態で、本当に申し訳ございませんでした。で、今回ね、ゴールデンウィーク入って、まあ、言語も変わって、あ、明けましておめでとうございますっていう感じなんですけども、まあ、新しいね、この新言語ガチャだったりとか、あとは、ゴールデンウィークのね、ゴールデン魔人祭。まあ、他にも、今回は結構ね、神イベント、まあ、ちょっと運営さんの方を用意してくださってましたんで、まあ、ちょっと自分的にも少しやる気が戻ってきてと。で、あとは最近は、パルパルさんのツイキャス等々拝見させてもらって、まあ、よりね、いや、面白いなと思ってね、ちょっとずつやる気が戻ってきたので、まあ、久々に、とりあえず、ガチャなんですけども、やっていきたいと思います。で、今、ルビーが、とりあえず3774個あるので、まあ、ちょっと足してね、4000にして、80回かな、引いていきたいです。まあ、80回、まあ、割合ですけども、新言語ガチャが、まあ、まず30連か。まあ、これで、まあ、令和もしくは平和の板、まあ、確定ですんで、まあ、個人的には令和欲しいんですけども、まあ、それを狙っていくのと、まあ、あとはゴールデン魔人祭。これも、まあ、50連まではね、星4確定のやつありますんで、まあ、ここまでは引いていきたいと思います。で、一応今回の動画撮るにあたって、後払いガチャも残してましたし、あとは、チャンガチャ。チャンガチャ、まあでも2回ぐらいかな。うん、2回ぐらい残してるのと、あと、牢獄ガチャは3回か。っていう形で一応残してましたんで、この辺、引いていきたいと思います。あ、とりあえず4000にしてくるか。で、ちょっとね、加減してくるんで、一回、飛びますよ。ということで、とりあえず4000、まあ、300個買ってね、4074にしたんで、まあ、とりあえず今回はこれで、やっていきますと。で、順番考えたんですけども、まあ、期待値の薄いところから引いていきますんで、まあ、ちょっと最初はね、のんびり見てもらえればと思います。まあ、この辺はサクサクね、牢獄ガチャは引いていきます。まあ、3回なんで、まあ、出ないでしょう、この辺は。あ、でも、無邪気来たぞ、今。あ、関係ないな。関係ないんだ、これ。あ、そうなんだ。確定かと思ったけど。いまいちね、確定演出もわかんないよね。青に光れば確定なんだろうけど。まあ、そんなもんだよね。まあ、今回のガチャで何が一番欲しいって神玉が欲しいんですよ。全然足りてないので。神玉、令和、無邪気。もうそれだけでいいです。あとは神玉でも全然。まあ、でもね、ちょっとメタル系も欲しいよね。1枚ひどいな、さすがに。まあ、この辺は別に期待してないんで、何も驚くことはないと。んーで、チャンガチャも2回さっさと。未だにポセイドンもオシリスも出てないっていうね。イグの杖ぐらいかな、持ってんの。引きが悪いんでね。パルパルさんは今頃引いてんのかな。ちょっと配信見てきたんだけど、途中で抜けたんで。はい、先行うまいよ。
うん、ちょっとね、無言で弾いてみたんだけど、いいね、いいね。じゃ、まあ、これはとりあえず、まあ、いつもの結果と、期待はしております。で、次からが、本番になるんだけど、まあ、まず後払いガチャでしょ。ここでさらに課金するかどうかだよね。無邪気かわいいな。何個来ますか。確定枠だけ。ってことはこれは捨てかな。はい、捨て。あ、でもこれ、そう、保留なんだよな。はい、保留と。で、あ、そっか。超月額会員に一応なったんで、もう一回引けんだね。これ二つと、あ、二つとも保留はできないんだ。じゃ、消して、まあ、いらねえんでね。いや、星4、あ、でもさ、これって言ってね、だいたい新しいの来ない限りは2体出たね。2体 ?2 個。新しいゲーム、僕最近のやつわかんねえからなぁ。うん、まあ、そんなもんでしょう。これを知ります。うん。よし、こっからですね。で、とりあえずね、欲しいやつがその例は無邪気なんですけど、それ以外の最近の新しいやつがね、そのずっと放置してて、いまいち分かってないというので、まあ、とりあえず新しいのが出ればいいんだけど、正直4600までしか更新できてないので、それ以上ってなれば、ね、いろいろ欲しいものが出てくるんでしょうけど、まあ、出たら考えますよ。で、令和欲しい、令和欲しいって言えば平成出るべきからね。まあ、平成でもいいんだけどさ。パルパルさんで見たけど、これ30連目以外出ないっけもんね。欲しい。あ、出るっけか。あ、単発で引いて出たのか。10連で、まあ、星4出てもその令和か平和が出ないんだっけもんな。なかなか渋くしてんのか。まあ、普通に出しちゃえばいい話だからね。すげえ冷静だけど。あ、これ確定じゃん。うん、あ、二つも出てるよ。まあ、被りでもいいんだけどさ、クレオパトラはね、いいんですよ。覚醒できるから。あ、強靭サンダー。あ、いいね、いいね。悪くないよ。十分、十分。もうこの時点で勝ってるようなもんだからね、個人的には。神玉も結構入ったし。基本的に冷静なんだよね。あんまり、よっしゃーとかはならないんだよね。うん、ここで出ないね。確定じゃないね。おいで、おいで、はい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 。神玉あら、あざすあざす。スピナーってなんだ。いや、マジ最近のやつわかんねえな。ちょっと見せて。バクか。まあ、ただ秒間上がるだけか。これは使いません。さあ、次だな。マジで平成が出そう。確定枠だけか。リーバー、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 まあ、やっぱりな、予想通りじゃないかよ。
けどいらねえ。マジか。これパルパルさんと逆じゃねえ。いや、いいや。はい。ということで、個人的には無邪気欲しいので、ゴールデンの方行きます。確定枠が20と35、40、50と。4つは出んのね。6つは欲しいね。そう、新しい下僕欲しいなぁ。結局のところ。何が何だか分かんないんだけどね。調べてくればよかった。確定じゃないし。さあ何来る？お、アーティファクトだ。なんだろう。かぶんなかった女神のトーチってなんだっけ。あれとかでも来たね。やばいね、ほんと分かんない。最近なのこれ。攻撃力アップいいね。バルキリーって女神だったよね。あーなんかいいね。なんかもうやりきった感があるんだけど。いやでもね、魔人祭のさ限定のやつって一個も持ってないんだよね。前にも言ったような気がするんだけど、これ魔人祭って、俺が提案して通ったやつなんだよね、このガチャね。その本人に出てくれないっていうね。運営さん頼むよ。もう次は確定はあるから。確かに下僕の星4ってあんま出た試しねえような気がする。むじゃちゃん、むじゃちゃん、おらね、アーティファクトだもんね。あ、でも無邪気のせてくればいいのか。引きが悪い。いつまで経っても引きが悪い。でも俺の動画最初から見てもらえばわかるけど、星を全く出てなかったからね。まああの頃ってリセマラもできるような環境じゃなかったから、一回ずつ引いてて、最終的に神殿でスフィンクス交換してはしゃいでたからな。そんなレベルなんで、太鼓さんなんで。次は確定ないんだっけな。次は確定なしだ。ん ?30 の時、あ、確定なしか。でも次は3番。はい、なんでもないです。弾が落ちて。光った。これ出るっしょ。なんか、鼻思い出すね。でも、アーティファクトなんだけどな。あ、ご褒美。なんかね、内容がね、頭に入ってないから。喜んでいいのか何なのかわかんないんだけど。喜ぶよね。これはご褒美だね。マヨさん。の上位互換的な。まあでもこれあれば更新はかどるんじゃね。いいの手に入ったわ、冷静。いや、アーティファクトのせいだね。いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですよ、いっぱい。全部1万超えてるんですよね。砂は足りてないんだけど。いや、アーティファクトはね、すぐいけるんで、全然バッチコイなんですよ。で、次が40になるから1個は確定、2個は確定か。
こ出るっしょ、無邪気。いい加減欲しいな。お、来た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 。これどっちも出んじゃない。どっちもどっちも。まあアトムさん覚醒できるけど、スリーってないの？あ、メタル、よかったよかった。いやメタルもいいね。マジでマジで砂不足。いやじゃなくてさ、本当に無邪気でないね。いや実際上でも確定レベルぐらいは引いてるんですよ。魔人さえ一切出ないですからね。こたつ無邪気出たのは久々に、あれ神引きだったなと思ったけどさ、基本元が出ないんだよな。いや終わんのかなこれで。無邪気出たよ、無邪気出たな、無邪気出で、ダメだ。いや杖でいいよ杖で。取るよ。なんか喜んでるのかさ、悲しんでるのかわかんねえな。いやアーティファクトはいいの出たよ確かに。これで令和だったらまだ良かったんだけどね。ちょっとまあ、でも天与さんもやっぱり上位互換なんだね。星四同士だけど。そうか。やっぱり引き悪いね。ここまでね、引き悪い人珍しいんだよな。マジでさ、無邪気いつ出てくれんだろうな。まあでも、マット引いてる人もいるんでしょうからね。もう課金はしないけど。ああそう、課金しない理由にさ、あの今日山田さん、上の山田さんのツイートでデザフェス出展しますという話があってね、8月3日なんですけど、土曜日か、自分は土曜日、まあ、日曜休みなんだけど、土曜日は仕事あるんだけど、ちょっとゴールデンウィーク開けたら会社に喋って休み取って泊まりがけで行こうかなと思ってるんでね、まあ、ぜひ皆さんも来てくださいっていうのがあってまあ、あのね、パルパルさんの配信で初めて喋ったんだけど、自分岩手に住んでるんで、まあやっぱね、新幹線で東京往復3万ですから、であと泊まれば、東京のねホテル高いんだよね。カプセルホテルなんて泊まりたくねえからさ、もう下手すりゃ万行くでしょ。当日と翌日泊まったら5万だもんね、全部でね。ちょっとこれ以上課金は無理っすというね結果です。あんまりいいんだか悪いんだかわかんないけど、今思ったけどさ、下僕出てないんだね。そういえばね、やっぱね、やっぱ下僕が乏しいな。ちょっとね、図鑑見てもらえばわかるけどさ、やっぱ下僕とアーティファクトのさ比率がね、やっぱり違うもんね。最近のやつ全くないよね。いやご褒美だけで更新、あでもそっか、ヒプノスとかで使ってやってないんだよね、あの更新の時に。
もういいやと思っちゃってる。まあ、ちょっとね、ゴールデンウィークも予定何本か入ってるんで、それ、時間あったら更新やってみる。ヒプノス使って、時間伸ばして。やっぱりね、4600以上見たい人もいるでしょうし、まあ自分よりも強い人いっぱいいるんで、大体の人は見てると思うんですけど、正直ね、このゴールデンウィークのね、イベントですんごい、ね、新しい方々入ってきてるから、まあ、ここだけの話、YouTube の再生回数もね、ちょこちょこ増えてるんですよ。まあ、それもちょっとね、やる気出す要因ではあったんですけども、まあ、やっぱり見てる人も増えてんだなと。だったらやっぱりやらなきゃダメでしょ、というね、感じになってたんでね。まあ、とりあえず、ルビーはもらっといてと。ということで、まあ一応ね、今回はこんな結果で終わりましたということで、まあちょっとこれからまた更新等々して動画は出したいなと思ってますんで、よろしくお願いします。でさっき話したそのデザフェス、まあまだ休み取るか分かってないんで、行けるかどうかは確率ではないんですけども、まあもしね、あの、行けることになって、皆さんも来れるよとか行くよってなったら、まあ、ぜひお話ししましょう。まあ、まあ、この動画見てもらえばわかるけど、あんまり話上手じゃないんで、面白い話できるかわかんないけど、まあ、いろんな人と交流深めたいなと思ってるんで、まあ、多分ね、ヨッシーさんとかがオフ会開くのかな。一応、僕自身が、山田さんに、一応、なんだっけ。これは、オフ会込みの匂いってね、コメントして一応いいのをもらってるんで、運営さんもね、ちらっと顔出してくれたら嬉しいなと。まあ本当にね、イベント最中なんですごい忙しいとは思うんで、まあ無理にとは言わないですけども、ちらっと、ちらっとでいいから、そのお顔を、皆さんにね、お見せして、あの、写真撮りましょう。写真。もうちょっと自分もね、顔出ししてるわけじゃないんで、あれなんですけども、誰誰ってなるかもしれないけど、まあね、みんなのね、飲んで食って、騒いで、楽しめたらいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、ぜひ皆さんよろしくお願いします。まあ一応その、ツイッターの方で、その山田さんもコメントしてるから、まあ、随時報告なると思いますんで、まあ、よろしければね、ツイッターの方見てもらって、僕自身もいますんで、絡んでもらえたらなと思います。じゃあ、今回はこの辺で終わりにしますか。とりあえずこれを締めて、編集もねえもんな。多分このまま上げると思うけど、あの、課金したとこだけカットしてね、上げると思いますんでね。まあ、その最中にまた、まだパルパルさん配信してるか、ま、あ、若コンボちゃんの方やるから、止めてんのかな、まあ、ちょっとどっちかの配信見ながら動画編集してあげたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ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 。